北海道はでっかいどーん、うん、まい酒が飲みたいどーん、ジンギースカン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 乾杯、シータの気ままチャンネル始まるよー。シータの気ままチャンネル2021始まりました。皆様いつもありがとうございます。今回はですね、なんととある方からビデオメッセージが届いておりまして、そちらをですね流したいなと思います。でそちらを流した後にある動画が流れます。でその後に、今回のねこの件についてまた私から解説をできたなと思います。それではある方からのビデオメッセージご覧ください。どうぞ。朝日が昇るとき両手を広げて、はい、この歌はお父さんが25年以上前に作ってくれた頑張れ青春、オラが中学高校生の時に剣道をしてる時にお父さんがすごい応援してくれてて作ってくれた曲です。作詞作曲音素晴らしい。今回その曲に鈴鹿さんがギターのコードをつけてくれました。さらに蘇った頑張れ青春、皆さん聴いてください。いくぞー、ファイヤー、よろしくお願いします。朝日ね、夢のコラボレーションが実現しました、動画を見てくださった皆様ありがとうございます。現在ですねご覧いただきました、女子プロレスラーの倉垣翼さんと、そして私シンガーソングライターの阿部静香で新翼コラボとしてもねたくさん、一緒に YouTube を撮影したりとか、それ以外にもねいろんなことに挑戦したりとか、逆に私がねリングの上で歌わせていただいたりとか、本当にねこういろんなジャンルでコラボをさせていただいております。で私たち出会いのきっかけが17ライブということで、17に遊びに来てくださった皆さんは阿部静香とも、そして、倉垣翼さんともねやり取りをリアルにねできちゃうと、ぜひよかったら皆さん17ライブ、そして新翼コラボ、もちろん阿部静香、そして倉垣翼さん個々の活動の応援もぜひよろしくお願いいたします。倉垣翼さんの情報はですね概要欄の方にも貼っておりますし、あとはね少し前の動画を遡っていただくと、女子プロレスラーと運動してみたっていうね前編後編、めちゃくちゃ面白い内容になっております。自分で言うのもなんだけど本当に面白いからこれね。そしてその前にもね実は、シーツバーからお知らせがありますとか、いろんなね動画がアップされておりますので、よかったらぜひ興味持ってくださった方はそちらも遡って見ていただけると嬉しいです。本当にねこのような夢のようなコラボレーション実現することができて、すごく私も光栄に思いました。ありがとうございます。いつかはシーツバーで歌ってみたっていうのやりたいですね。
頑張る青春ね、いつかやりたい、というわけで今回の動画は女子プロレスラー倉垣翼さんのお父様が、作詞作曲をされた歌に阿部静香がギターをつけて3人でお届けするというね、スペシャルな動画をお届けいたしました。それでは皆様また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。って時は過ぎる、失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残る、悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹くわ、うまく進めない時、応援という風が吹く。って時は過ぎる、失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残るわ。